宗教施設に入ってたたみいなあ、ネタで「カルトベイビー」みたいな言ってんだけどそう、次の日 LINE ミュージック1位になっててどういうことみたいなんか TikTok もめっちゃ通知やばいしそこから今のプロデューサーが見つけたみたいなインスタの DM で「TikTok 見させてもらいました」みたいな「坊主にしたねしたのよしたのよ」なんん、か思いああったうま はいということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストはアシュリーちゃんですお願いします。わさあ。します。お邪魔します。ありがとうございます。いやちょっとインスタグラムで俺結構注目させてもらってたんで、うん、勝手に個人的に。おう嘘。本当です。嬉しいです。あすめちゃくちゃ嬉しかったです。こう繋がれて。あそうでもティックトックとか、うん、多分リールとかでよく出てきてて <laughs> <で>普通に見ちゃ。 いるから嬉しいうとすぐ DM 来たから嬉しいの <laughs> ありがたいマジでそっかえそ<う>めちゃくちゃ最近注目されてると思うんですけど結構なんかでもなんて言うんだろうすごいなんか俺最近めっちゃ見るなと思ってフェイスもそうだと思うしなんか俺 TikTok でもなんか出てたりとかしててどういう感じ最初はでもあれですよねシンガーですもんね R&B シンガーでやらせてもらってる。 感じっすね感じっす結構独特じゃないそのやっぱヒップホップ業界に結構いる気がしてうんうんまあそうだね R&B シンガーそう自分のプロデューサールナさんがやっぱりそのヒップホップ業界関わってる人でなるほどねだからもうそれで結構でもやっぱあるじゃん R&B って海外 R&B のシンガーがラッパーと一緒にやるってめちゃくちゃあるよねそうそれがあんまりないからもうやっちゃおうって やっちゃうちょやっちゃうって代表しちゃうんってなる <laughs> そう, <laughs> そうなんだった結構さやっぱハーフっていうのも結構やっぱ最初目につくところかなと思うんですけどうん、うん、地元とかはどこなんですか地元は茨城でうちハーフじゃないんだよねクオーターの4分の1が日本あそっちなんだそうあ日本が4分の 1, 分の1お父さんが十アメリカ、うん、お母さん日本とアメリカのハーフあそういうことそう だから日本が4分の1ほとんどアメリカ国籍もアメリカなの一応そうなんだそう生まれたのじゃあアメリカとと生まれたのは日本あ日本なんだそうそううちね言っていいよ全然言い聞きたいうちねカルトベイビーなのカルトベイビーって言ってるんだけどそれそう日本で日本で育ったけど小五までは日本語喋れなくてえ で、小5っていうかまあ小4の最後の1か月くらいまで学校行ったことなくてえ、はい、そうでそれがあのー、カルトの、うん、カルトっていうか、まあ、しカルトって言葉言えいのがいいかもしれない <laughs> いや全然どうなんだろうね全然いいけど宗教施設に入ってたみたいな <laughs> あそういうことタンネタでカルトベイビーみたいな言ってるんだけど <laughs> <laughs> そうそうなんだそうだからもう日本語喋らないはい で、結構、まあ、何世帯も、こう家、い同じ家の中に住んでるみたいな。<ー>とかで、そ,ううそれでもホームスクールやって。やそ,そう、結構、宗教チックだったね。あ、そうなんで<う>え、それって話せるの。内容とかえ、全然。え、どういう感じのあれなの。うん、宗教というか。まあ。最初から言うと、はいはい、まあ、そのヒッピー時代。 あったじゃない<ん>戦争終わりのヒッピー時代の時にそういう宗教が結構流行っていろんなのできてその時にできたやつだったんだけどでそれがバー広がって日本にもできてでそれがうちが3代目3世あ三3世だそうだからおじいちゃんおばあちゃん世代は自分たちからそのヒッピー時代に入ってみたいなでうちの親たちが生まれてでうちの親も出会ったのがその。 宗教内でであってで会ってでうちが生まれたっていうへそう不思議だよね不思議だよねあんまいないよねあんまいないね会ったことないし会ったことないねカルトベーめちゃくちゃおもろいえそうかホームスクールだからそうかじゃあみんな英語しゃべってたんだその時はその場所がそうでなんかやっぱ英語ずっと家の中だからさ学校とかも行かないしだから家の中で英語しか喋ゃんないで結構なんか自分たちと 同じ,その同じ宗教とか同じ信じ,信じてることが一緒じゃない人はなんか外の人は悪い人たちみたいなそっち言われててでもやっぱ英語しか喋れないから外はみんな日本語喋ってるでも日本語わかんないからそれで悪い人たちって言われたらさじゃうね怖いみたいな。で親がそのうちが小4の最後ぐらいの時に抜けてそこで初めて自分の家族 だけで済むあそうなんだで、まあ、抜けたからじゃあ学校行こうみたいな「<laughs> 行ってらっしゃい」みたいな <laughs> うわそのなんか <laughs> うわそのけ結構きつくねそれそうだって今までの世界と違うわけじゃん全然違う全然違うし、うん、もうテレビとかも見ないあそっかし音楽とかもその宗教が出してる音楽とかがあったからそれを聞くその宗教が出してるなんかビデオとかもあってそれしか見ないだからもう スポンジボーブとかみんな見てるじゃん結構書いるそれない。なマジでそうええー、そ,<う>それってどういうものを信じるのるいやなんかまあキリストキリスト教のちょっとまあそのリーダーみたいなやつがいてキリスト教をまあ自分の捉え方を作ってああ、うん、まあしゅそのバイボな何て言うんだっけ、うん、バイボー聖書そうバイボははんか こうやって言ってて言るんだよみたいなここ,ここのこう言ってるところは本当はこういう意味なんだよみたいな感じそれがカルトなんだけどそうだねキリスト教のその人の捉え方,方、えー、でリーダーになってみたいなそう,う,そう珍しいなでもヒッピーとキリスト教ってあんまうまくいかない意味やだったけどそんなことないんだ確かに確かに <laughs> まあでもやっぱ戦争終わりぐらいのさそのヒッピー時代はみんなさっなんすごい平和ピースみたいな確かにそう それで始まってうちの親とか学校一回も行ったことないあそうなの育ってる流れってことかそりゃそうかその中で生まれてきて育ってるからだからうちの第一世おじいちゃんおばあちゃん世代は自分もうある程度普通の生活してよしこれに入ろうみたいなそうだよね自分たちで決めてでも親たちはやっぱ何も決めてないじゃんそれに生まれてきてそれしか知らないみたいなバーって大人になってその本当にそのカルトない宗教ない のしかか知ららないからみんなそこの中で出会ってみたいなで子供もできてうちで,できてみたいなへ、うんね、えー、めちゃくちゃおもろいおもろいっしょえちなみにそ外出た時にさやっぱさめちゃくちゃさなんていうの,そのカルチャーショックみたいなと思うんだけど <laughs> うん、うん、一番ビビったこととかカルチャーショックだったこととかあったうわーな,んだろうなんだろうなんだろうな カルチャーショックあでも全体的にカルチャーショックだった学校ってどんなもんかわかんなかったしあ学校ってこんな感じかみたいな <laughs> 学校わかんなかったしもなんかちっちゃい頃うちが覚えてるのがそのちっちゃい頃そのまだ宗教に入ってた時にうん、うん、なんか夜歯磨きしててうん、うん、お父さんに「え、ね、外の人たちもさ歯磨きすんの?」みたいなもうそんぐらいなんかぶっ壊れて悪いやつなのかと思っちゃってて。 だからもうあこいつら全然普通じゃんみたいな普通の人じゃんみたいな <laughs> ここそこでショック受けてよね <laughs> え何が悪いみたいな <laughs> 不思議不思議や、ね、<う>なるほどねそ<う>えしかも普通の公立行っ,ったってことだよね公立、まあ、全然インターじゃないしかも、まあ、地元が茨城なんだけどうん、うん、その茨城の ま抜けた時にでも茨城に引っ越した。それまでは日本語も喋れなくて、外も行かないから実際どこに住んでたかもわかんないの。そうで茨城行って茨城の学校あいいみたいな。でもまあまあ田舎だったから外<れ>人の。 人誰もいないし。そうだよね。でうち六人兄弟で。六人兄弟。しかも、うわ、そこもすごいな。はい。六人兄弟で、まあ最初の三人、その上の三人が先にはい、行ってらっしゃいみたいな。この田舎の学校に急に外人三人入ってきた。やばい。日本語喋ゃべれ、みんなみたいな。ええ。そうだよ。そう。えどう、いじめられたりとかしなかった。いや、なんか、その小四の最後の、最後の一か月の時に入って。 その時は先生がすごい優しくてみんなに紹介して「この子はアシリで」みたいな日本語喋れないからみんな優しくしようねみたいな教えようねみたいな感じでみんなすごい優しくて「全然いいじゃん」みたいなでなんか春休み入ってで学年変わるじゃんで小5でそのクラスがあるじゃんそれも分かんなかったのうち同じクラスのまんまかと思ったのすごい安心して行ってきたすげえ楽しかったしみんな優しかった行こうみたいなで行って ででも小5でも小クラス変わるじゃんそうだ、ね、でみんなも何も知らないだから先生も新しい先生でうちが日本語喋れらないことも分かんなくて普通に最初からテスト配られて「きつ,きついきつい」みたいな先生のとこにテスト持ってきて「<laughs> え私日本語分からない」みたいな「先生もえみたいな「じゃあ頑張って」みたいな。<laughs> <laughs> うわかったみたいな「<laughs> 頑張ってはやばいで、ね、<laughs> わかった頑張る」みたいな「もう当てに行くよね <laughs> はいこれ」みたいな「<laughs> どれも分からん」みたいな読めないしまじかそうへ<ー>だから小54の時はすごいみんな優しかった、えー、でも小5ぐらいの時にやっぱそういうのがちょっと始まっちゃって、えー、でやっぱなんか夏休みの新聞みたいなのとか書くじゃんなんか「夏休み何しましたうかみたいな」ってなって研究的な 夏休み何したたかみみいなそうでんななんかクラスの壁に飾るみたいなそれの日本語さすっごいできないんだけど頑張ったわけ頑張ったけど全然間違ってんのでそれはさ5人ぐらいで読みに行ってうちのとこ来て「え何何言っていてっていうその間違えたことをさこう言ってきて「うん」って人でこうなったでも小6ぐらいまでは普通小6ぐらいの時には もう結構会話できるぐらいにはなったかな。でも友達とかできて遊んでたみたいな。ななるほどね。<う>すげえなおもろいな。なるほどね。じゃあ、六人兄弟ってすごいらしか。もまず。うどういう感じなの。<laughs> 男さん、女さんなんだけど。お姉ちゃんいて、うちいて、弟、弟、妹、弟。 でみんな2個ずつ離れてるちょうどそうすごいなすごいよね計画性やばくない確かに狙えるもんだろうかはちょっとわかんないけどすごいね狙ってたらあんまマジですげえだそんいいのきょとかあ全然めっちゃ仲いいうんお姉ちゃんとも前なんかバイト一緒にしてた時あったしそう 弟たちとか、まあ、今まだみんな茨城の方住んでるけどあお姉ちゃんはまあでも家だ家ねうん、うん、みんなまだ茨城の方住んでるけどちょいちょい会いに行ったりしてるめっちゃ仲いいえそうなんだなるほどねごめんちょっと全然いいよじ <laughs> っくり座ってもらってえっそっから中学校え中学校とかまあそのまま住んだと思うんだけどどうだった中学校ある程度なんか勉強についていけるようになってきてみたいなうん、うんま、そうまあ勉強は多分もともとあんまできない数字めっちゃ弱い <laughs> 数字めっちゃくちゃ弱い <laughs> だけどまあ、まあ、まあまあ、まあ,まあできたみたみいな,ない、ねね、会話は全然大丈夫友達できてみたいな,ない、ね、そうね中学、うん、中学結構平和だった平和だったんだ、うん、なんか荒れてるやつも別にいなかったしうん田舎だけどなんか真面目な人いっぱいいた,みたいな,なるほどねそ<う>え好きな教科とか,ったか当時あったのえ何、ー、だろうやっぱ音楽だねやっぱ音楽好きだったんだって小学校の時日本語わかんなくて、うんうん、でもなんか ちょっとわかるじゃんニュアンスで質問とかそれで初めて手挙げたのが音楽の授業あこれわかるみたいなそっかそうそうでやっぱ言語がわかんない分やっぱ音楽とつながったみたいな部分もあったのかなうんまあそうだね学校ではね音楽がまあでも中学に行ったら英語の授業があるじゃんああるねそうだから先生たちはさ日本人じゃんそうだねでもうんかめっちゃフレックスしてた <laughs> 先生、ちょっとでも間違えてたらさ、いや、ね、そ違うけど、<laughs> <laughs> えみたでそれやりすぎたらさ、<laughs> えじゃあ、アシュここ読んで <laughs> クソ、早口で読んだ、先生も、えみい <laughs> すいませんって感じ、ごめんなさい。<laughs> いや、でも、しょうがない時はあるよね、やっぱそうなじめなかった、そこだけじゃ、ねそう、そこだけ、ここだけ輝けるみたいな。い<や> <laughs> なるほどねそうだよな確かに確かに高校は普通に受験とかしたのでも高校は受験して大変そうだな受験してでも受かった受かったんだ学校行ったでも結構12番目ぐらいにバカ校だったんだけどその周りでねでもそう受験してちゃんと一応卒業してるのおおなるほどねえどのタイミングなの音楽と触れ合ったというか音楽と出会ったというかさそれが それがまたその宗教のやつに戻っちゃうんだけど宗教のやつまでやっぱヒッピーとかってさこのウッドストックみたいなあのま平和のウッドストックの方とかのイメージなんだけどみんな結構音楽をギターでやったりしててだからもう音楽を使ってその宗教を広めるみたいなのがあってだからうちがちっちゃい時にまあおじいちゃんとかお母さんの兄弟とかみんなと一緒に住んでたんだけどなんか路上 路上ライブ毎週してたみたみいな <laughs> その親のお母さんの兄弟とかでもそれでまあこう募金のやつ置いてみたいなでもそれをちっちゃい時から見てたからじゃずっともう真似してた歌ってたおばさんとかのだからその時から結構周り音楽やってたからもうずっと歌真似してみたいなその辺から音楽好き って感じ結構早かったか早かったね、うん、でちなみにさやっぱその宗教内にいたらさなかなかさっき言ったようなみたいに外の音楽に触れ合うことはなかったんだけどさ、うん、なんか衝撃受けた音楽だったりあるその宗教から出てうわこれやべえみたいな最初に一番最初に聞いたのが、うんうん、テイラー・スウィフト <laughs> テイラー・スウィフトから入っちゃってうん、うん で,でもやっぱさテイラー・スリットの最初のほうってギターとか弾いてたじゃん、うんうん、でやっぱギターみんなやってたからか、ね、そこでちょっと反応して「はいはい、え何このギター弾いて,て」その時16歳とかかなテイラー・スリットはい、はい、ギター弾いて歌って「はいはい、えこれ絶対やろう」みたいな <laughs> あとマライア・キャリーだねーマライア・キャリ,ーリ,アキャリーはもう衝撃受けた「えー、やばこの人」みたいな。<laughs> マラヤ・ケリとテイラー・シフトが一番抜けて一番最初に聴いたアーティストだね。やっぱそれってさ今の自分のなんかあれに影響とかインスピレーションみたいになったりしてんのうんまあそうだねテイラー・シフトのあれを見てギターを始めようって,ってあ,あそうなんだ。まあ家にはギターあってお父さんもお母さんも一応弾けるの宗教内で教えてもらうから, <laughs> らいいそう。 だからあ家にギターあるし、ええ、お父さん弾けるし教えてもらおうみたいなお父さんに一応ギター教えてっつういやお前覚えたかったら自分で覚えないよ」みたいな「そんな覚えたかったら自分で覚えないよみいな」み主義なだから全部ググって弾きたい曲からこうコード調べてそこからテイラー・シフトの曲を最初に。 やってコード覚えてって「じゃあ次この曲やろう」みたいな違うコード出てきて「でこばーやってちょっとずつコード覚えてそこでギター弾き語りとかめっちゃしてた正そうへえじゃあ全部独学だねほぼそうだね行ったりとかしなったらその音楽教えてもらう場所とか行ってない行ってないんだまあそうだからその宗教内にいたから出てきた時はうちの方そんなにめっちゃお金があったわけでもないしだからそんな兄弟いっぱいも いるしみんな初めて学校行くから買うものめっちゃあるし習い事とか「うんうん」みたいな,な,いかな無理無理ええ<ー>。調べて覚えた、うん、なるほど、ね、え休日とかはどういう感じなの家族のうわーそのどうだろう、うん、何してたんだろう休日兄弟,、うん、兄,弟兄弟とよく遊んでた、ね、遊んでたんだうん。みんな結構年近いからさそっか遊んだり喧嘩したりぶん殴ったり<笑>,笑ったり。 そううい感で割と外出るタイプだったみんなで外出て公園で遊んでりとか公園とかめっちゃ行ってた兄弟でこうで公園行って弟たちがみんなバスケやってるからそそううなんだお父さんがお父さんもバスケ好きでだからみんなでバスケとかしに行ってたりじゃあ全然できないんだけど毎回ボコに踊にてななかなかね踊ってなんそうなんだそうっかスポーツは結構好きなのじゃあスポーツはまあでも中 中高はテニスやってたあテニスやってたんだそううえ。そうみんなに「ぽくない」って言わんよる確かに「ぽくない」ねソフテニってこと中学がソフトで高校が軟式あ軟式じゃない公式硬式だそうそうそうえ確かにあんまテニスっぽくないなぽくないのいっぱい走り回ってさもう ADC だからもじっとしてらんだあ結構そう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 そそうそうそう 落ち着きがなさすぎた普通に <laughs> そうだね昔から<う>、えー。でも結構じゃあさスポーツやりながらさ自分で趣味で結構音楽自分で弾き語りとかやってるみたいな感じだったんだ。うんうん、なるほどねそっ<う>かそっかえ。ちなみになんかその実際に多分その俺ちょっと調べたんだけど、うん、その友達が撮った歌う動画の TikTok でバズった。この2020年、うん、あなのかな友達が撮った。そうあ、うん 多分そっからっとその時いやうん違う <laughs> そう TikTok その時やってなくてでそれがコロナのちょっと前ぐらいかな <laughs> うん、うん、になんかタクノミしてる動画タクノミしてる時にあの日記マナージのスーパーベースあるじゃん, <laughs> うん、うん、それを歌ってる動画を載っけられてあそうなんだでそれがなんかちょっと回っていそれであっ 歌とかのっけたら結構回るんだみたいな、うん、えじゃあ TikTok 始めようみたいな <laughs> そこで TikTok 始めてあ,あそうなんだでそっから結構何か何人かそう音楽系、まあ、とか TikTok クと繋がったりして繋、うん、がってったよつ、ね、ながってった感じだそうめっちゃなんかないって感じじゃねテ TikTok から始めるみたいなそう,、ね、そう新しい形じゃないね、まあ、結構から始まま った。いや全然全然 TikTok マジでいいと思うそういう回ってくるの早いじゃんそうだよねそういろんな情報がむちゃくちゃ拡散されやすいじゃんねそうすごいんかアーティストで歌えるんだったらめちゃくちゃいいと思うけどね歌ってみたんでか結構そういう歌ってる動画とかを載せ始めたそれからええそん時は別に音楽何歌詞になりたいって感じだったのその時はいいやでも歌詞になりたって 多分うちちっちゃい頃からずっと思ってたかもしれないああそうだったんだ将来の夢歌詞みたいなもうずっともう本当に小学校の卒業アルバムとか将来の夢書いてみたん歌詞になることですみたいな書いてたそうなんだえじゃあその TikTok でバズる前とか特にそんな自分でやったりとかしなかったょもそんなに表には何も出してなかったあ自分でやってたんだだけどその家で弾き語りしたりでもその TikTok に載せられた時はインスタには載っけてた インスタとかツイッターに高校の時に弾き語りは載せてたけど TikTok には載せてなかったうんそこでなんかじゃあちょっと出していこうみたいなそうそうそうあもうちょいなんかモテに出そうみたいな<ー>でやり始めたえー、なるほどね <laughs> <う>で今そっかそれで結構なんかまあ3年34年前ぐらいかそれがでなんか多分一番最初の曲が多分ね「春ボックスフィーチャリングフェイカーズ」 で100参加してこれ初リリースなのかなそうだね公式的にいやそう TikTok までその人も TikTok やっててあそうなんだそうだから多分 TikTok でつながってなんかやろうよみたいなあそういうことでうちはもうその音楽を作ること何も知らなかったから「はいよ」みたいな超ノリでやってでリリースされました次の日 LINE ミュージック1位になってて、ね、どういうことみたいな。<laughs> 意味分か,か TikTok われたりとかういうことね自分の TikTok でみんな使って投んそういうことかはい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 ういは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 かはい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 ないは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 いいいいいはいい でもやっぱ一発目がそれだったらさ感覚が何もないじゃん。そうだよね公式リリース初だもんね、普通にね。そうだねだからちょっとその時にはちょっと調子乗ったかもしれない、おンぱいじゃんみたいな、全然そんなことなかったよ、全然そんなことなかったでもそのときはこれけんなみたいな、そうきるかもしれないみたいな、無駄に自信にれてた。 えったのと2020だから何月だったっけまあでも二十歳だよね。うん。その時は当うの普通に大学行ってないのか大学行ってない。そっか。その時はバイトしてたの、ちょうど。そうだね。バイトしてたシャンパン帰りやってた。シャンパン帰りやってたんだ。シャンパン運んでたセラミ。セラビね。はい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 。シャンパン運んで。コロナ中に。 全然人いいななねマスクしがらそうしかもあれ外だからさあ外なんだしかも外なんだけどベランダじゃない屋上みたいなあフトプみたいなめっちゃ寒いだよね絶対足出せみたいな感じだからきちそうだなそれもえ待ってじゃあ茨城に出てきたタイミングは高校で卒業して東京できたんだあまあ高校卒業して高校卒業してなんか多分 田,田舎もちょっと田舎の方だったからか全部ゆっくりっていう感じがあんま好きじゃなくてだから隣の町のなんか千葉の柏ってとこあるんだけどそこにすぐ出てバイトとか始めてなんか大学は行ったら多分すげえ楽しんでたんだろうけど多分留年しまくって一生卒業しないんだろうなって思って。でもなんかみんななんんんかかみ 工場とかに就職しててそれも嫌だなと思って<ー>だったらやりたいことなんか見つけようみたいなそうだいろいろ仕事してて居酒屋でバイトしてでもそこで出会った友達とかは今でも全然めっちゃ仲いいあそうなんだ、うん、めちゃくちゃいいねそうじゃあ千葉に住みながら東京に通っちゃったことそのセラビーそうあまあセラビー始めたのは全然あの 2020年ぐらいあちょうどそれぐらいなんだそうそうそう千葉にいてまあでも柏いたり茨城いたりもう遊びまくってるもう仕事して遊んでみたいな楽しんでた楽しんでたそうだねそっかやっぱあのさ俺結構さハーフミックスで言うと結構その言い方問題が結構あるというか俺はそんななんか 人によってはさ、気にする人がいるから、なんか結構気をつけたりとからするんだけど、んなんかさ、コメントとかでもさ、ハーフとミックス、なんなんみたいな、どっちが正しいのとかあるじゃん。んそれについて思うことがある。言い方とかさ。いや、なんか、別にどっちでもいいんだけど、うん、<laughs> どっちでもいいんだけど、まあでも、ハーフって半分ってことじゃん。そうだ,よね、だからもし半々だったらハーフ。うん それ以外はミックスかなって。感じだ。でも別にハーフって言われてもやじゃないし。一個一個言い直ね。言い直しても。むずいもん。で、そこをさ、俺もさ、結構さ、さっき俺ハーフって思うって言っちゃったんだけど、勝手に思ってたから。でもなんか、やっぱ、俺は結構ミックスって言うようにしてるというかさ。分かんないじゃ、んいろんな。まあ、そうだね。みたいな。では、別に俺は、俺ハーフって言われても、ミックス言われても、全然気にしないんだけど。それに、すごい。 細かい方うそだうねそうそう結構どっちでもいいって思っちゃうんだけどうん、うん、結局いいそのねっミックスってだってさ、えー、いっぱいいっぱい, <laughs> いっぱいミックスみたいなイメージじゃんでもうちとかは日本とアメリカしか入ってないからかあっじゃあそれはミックスでも2つじゃん確かにはっでもクオーター,クォー,ター むずくない。むずくない。むずくない。どうなんだろうね。ね、別,別にミックスって言われて、ハーフって言われて、嫌だって思うこと別にないし。うんねまあ、本当。俺もあんまないな。 だって言った国籍アメリカだから外人ちゃ外人だし全部当てはまるかもしんないみたいな確かにねでもやっぱコンビニとかでさ俺は分かんない東京はちょっと違うと思うんだけど札幌とだからさあ札幌なんだコンビニとか行くと俺絶対毎回日本語上手ですねって3000万回ぐらい言われる結構言われるそれでももともとあれだもんね英語の方が得意だからっていうのもあるんだけど でも言われるねまで東京来てから別にあんま言われないかなあ,あそうだよなでもまあ茨城に行った時はスタバとかね日本語上手ですね <laughs> ありがとう頑張った頑張って覚えたってだからだもねそうだ頑張って覚えたよっ,って <laughs> <laughs> ありがとうって確かに普通に嬉しいよねそうそうそう,そうそ確かに、うん、そうかそうかっかめっちゃ言われるもんなそう 外人扱いとかも、まあ、って外人だもんな外人だもんなってなっちゃうんだよね,そう,ねそう確かに、まあ、そこむずいわそうむずいんだよね,よねまあ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 ,あ<の>でもまあ結構まあ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 まいいかまあまううあま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 あっあま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 あ たまにはさ。にいい <laughs> たまにはさ。頑張って覚えたんだからさ。たまには話させてよ。<laughs> ね<え>。そうだよ、ね。英語でね。<ー>そう。え、結構周りはどうなの?。英語を使う人多い?やっぱ。英語。まあ、がっつり。日本人の友達もいるし、がっつり外人の友達もいるから。その英語喋る友達といるときは。英語喋って。うんうん、まあ、結構半々ぐらいかな。半ぐらいだ。うん。なるほどね。 でもまあ地元の友達はみんな日本語だねうう俺結構ビビったんだよね東京に来てさやっぱさ学国人とかとかさハーフとかさ、うん、ミックスとかさめっちゃいろんな人がいるからさ俺結構それに感動しちゃって、うん、地元にいないし黒人まずいないしまず。うん あー札幌とかマジで外事なそういマジでい,ない、ね、だよね最近増えてきたとは思うんだけど、うん、でもやっぱ東京と比べたら全,然ら全体的にミックスの人が増えたよね増えた増えたうち絶対100年後ぐらいってみんな全部混ざってると思うんだ、うん、<laughs> 確かに、ね、ミックスとか関係ないと思う,うミックスじゃない方が珍しいってなると思う絶対確かに,確かに、うん、それはどうなのやっぱそういうなんかもちろん日本人としてもあると思うしまあ アメリカ人っていうのもあると思うけど自分の感覚的にさ <laughs>、うん、なんかあなんかちょっとなんか自分のなんていうんだろうそのアイデンティティじゃないけどさそういうのでさ迷ったりとかすることはある？いやまあでもね育ちが育ちだからアメリカに住んだことないけどうん、うん、ずっと英語喋って育てられたでも日本、うん、でも日本家の中別に日本の文化も何もなかったしうん、うん、結構アメリカ人と一緒にいても、うん、アメリカ人は「いやお前は」 いや日本人お前めっちゃ日本人だよみたいな <laughs> でも日本人といたら「いやお前めっちゃアメリカ人だよ」みたいなもう結構どこにも当てはまらない感じはする自分でもそうだよね、うん、それででも悩んでる人多いのかなって悩んでるか分かんないけどさ、まあ、そういう関係する人多いのかなと思うけどさうん、うん、それに関して今自分の折り合いみたいな,どんな,感じなのうんまあでも何かそれがいいかなってなっちゃった、うん、逆にみんなと違ってみたいな <laughs> みんな違ってみんないいんだ,だう、ね、そうそうそう、まあ本当にそうなんだよねでも どっちかになろうとしすぎても自分じゃないし。うん、確かに。そうだね。そうなるほどね。確かにそうかもしれない。いい感じに間らへんをね。はい,は,いは,いはい。出ていい、ね、そう 日本,語っぽい日本っぽいのが出てきたら日本、うん、アメリカっぽいの、まあ、そこはアメリカかもしんないねみたいなよくあるなるほどね、うん、バランスってことだねそうそうそう,そう,かそうかなるほどねちょっとじゃあもう一回ちょっとごめん音楽の方にもう一回戻ろうと思うんだけどうん、うん、でそっから自分で、まあ、さっき言ったみたいに s n s でどんどんいろいろ載せてたと思うんだけど、うん、TikTok とかでも結構投稿頻度多かったのどんぐらいの頻度で上げてたそのそ,れそのフェイクズ出した時は、うん 結構ね頻度で載せてたかもしれないんでもその時はなんか歌系じゃなくても本当に歌系をなんか一回載せなくなったのか分かんないけど、うん、多分ちょっと調子乗っちゃったのか分かんないけどなんかもう自分の音源なんですかって思うみたいな、まあ、もっと作れよって感じだけど今考えるの <laughs> 普通に作れそこだけに浸んないと思ったいなそかそうまあでも結構な頻度で載せてたねうん、うん、でそのその曲を出して多分その それが回ってて自分のバースが回っててうん、うん、そこから今のプロデューサーが見つけたみたいな TikTok に出てきてルナさんがそこで見てえ英語なの日本語なのどっちみたいなその歌い方がねでそれで,それでルナさんにつながったあそうなんだそう瑠奈見た普通に DM インスタの DM で TikTok 見させてもらいました、えー、みたいなでうちはまあやっぱ日本のテレビとか見なかったしうん、うん、日本の音楽も全然聞いてなかったし本当に分かんなくてめっちゃググって調べて皆、うん、さんのこと <laughs> であマ、ま、マリックさんって人がいてその人の娘しあでマジ,シャマジシャンみたいな <laughs> マジシャンかみたいな <laughs> すげえなみたいな <laughs> でもなんかやっぱそういう DM とか怪しい。 とかあるじゃん。そうでも見てるとあちょっとレジェかもしんないねみたいなで返して会ってみて。なるほどね。そうだからそのぐらいの時時期だね。うんうん。TikTok の捨てた時期ぐらいにそう DM が来たんだ。そうマリックは知らないのかそういうところは見てないもんね。見てないかわかんなくてあそういうマジシャン。 いるんだマジシャンすげえなみたいなマジック使えるかなこの人おいでもある意味プロデュースとしてはマジック使えるよそういうことかそれでまあ実際に話したのどういう感じの流れで今のレーベルというかプロダクションの会社に入ることになったわけだからそのルナさんから連絡来てもし今どこも所属してないならなんかちょっと作ってみてフィールしてどんな感じかみたいな でもうちは音楽作りたいからうん、うん、でもその曲言うてその曲作っただけだしその人がプロデューサーだったってわけじゃないしまあでもちょうどそ,れがあその曲一回会ってうわもっとやりたいって感じだったけどどうやってレコーディングするのかうん、うん、もう分かんないしそういう環境がなかったからはははいはいはい、はい、なるほどねうわ行っちゃおうこれはでそこからいろんなデモとか撮ってはい、はい、どういうのが合うのかとかいろいろやってみてでまあ反対 半年そういうんかいろいろたまに会ってレコーディングしてみたいな。で、あのー、デビューの曲のゴーストをできて、うん、でじゃあこれ出すかみたいな。うんだってもううちはもうずっと音楽やりたかったから「やろう」やろうみたいなもう迷わなかったあんまりやっちゃおうみたいな。なるほどね すげな、そうかそうか、ゴーストリリース、これが2022年、そっか、去年なんだ。そうだね。3月の17日、ゴーストリリース。なるほどね。でもそっからさすぐさ、ジンドックさんとさ、カルマ。そう。ビビったんだけど、えジンドックみたいな、ちょい待ってみたいな。やばくねみたいな。そんなて2、3曲目とか、ちゃんとこので見たとし、2曲目だね。うちも OK 出たのがビ びっくりした。いや、なんか、そのルアンさんが、ま自分が、そう、やれ、やれるやれないを一回置いといて。やってみたい人の名前とかあげてみたいな。どういう、どういう人とやってみたいのみたいな。まあ、その中に、あの、人族の名前入れてて。で、でも、やっぱ、あの人、英語、うん、曲とか聞いてると。その英語がめっちゃ、発音めっちゃいいじゃん。あ、なんか。いいなみたいな、英語の使い方も。 なんか日本人の英語のなんか日本語しか喋れない英語っていうよりもうなんか喋れそうみたいな曲調もすごい好きだったし<ー>でも、まあ、デビュー一曲しか出てないし <laughs> まあ超ダメ元でそのお願いしてみて、うん、そのルナさんとかその事務所経由でお願いして OK が出ちゃった。 <で>すげーなーマジかみたいなもうレックまでが緊張緊張そそうだ本当にいやマジで、うん、もうでやっとでスタジオ入って、うん、入った時にその一人で来たの神徳さんかそう<い>神徳だみたいな身長でっかいし「<laughs> <laughs> <laughs> どうみたいな全く喋れなくてもう超固まってはい、はい、もうソファこ,うこのぐらいの距離で座ってんだけどもうなんか。 <laughs> みたいな感じでほんにほんに怖,そうそう怖かった最初怖かった曲とかの感じも相まって怖そうっていうイメージ入るもんねうんうんそうだねそっから入っちゃうからさうんうんまあでも全然全然優しい人全然優しい人だしで本当はそのレコーディングの時本当はあのそはジェイクのバースだけ撮ってうん、うん でで足はあと別で撮るみたいな,そなうちレック経験がなくてあそうういことブース初めてブース入ったのがそのゴーストの撮った時であそうなんだでもその時緊張しすぎても足とか震えまくって歌えなすぎて結局デモの音源を結構使っちゃったみたいなそうほんう当に歌えなくてでファルセットでしか歌えなかったのそのファルセットなんかこのはなんかんなちょっとウィスプリーな,な「はぁー!」 みたいなやつしか歌えなくてそれもまあ結構優しめの声じゃん,うん、うん、だからなんかちょっと飲み込まれちゃう一緒にやったら脚リも緊張するし丸川、うん、さんそこ気遣使ってくれてちょっと別で撮るみたいな、うん、でもなんか謎,謎にそこに気合入ってうち「いや私撮ります」みたいな「撮ります」「撮ります」「レコーディングします」みたいなで「ファルセットでしか歌えなかったはずなんだけどそのジェイクがレコーディングしてんのを聞いて、うん、もうブースの外から声を 声が聞こえるわけやめっちゃ声出してんだえこんな声出していいのみたいな <laughs> めっちゃ「あこれうち負け,負けちゃう」って,って声的にね、ええ、なんか負けちゃうわってなってそこで謎の気合が入って、ええ、もうなんかそこでときめいたんかよく分かんないけど、ええ、もうそこで初めて地声で歌えて。 でなんかルナさんとかもおおみたいな急にそこでみたいなでそれその地声で歌えないの結構自分の悩みで <laughs> あーそうなんだまあずっとギターとか弾きながらやってるとさなんか弱めのソフトな声のが合うじゃんはい、はい、日語り系のねそうそうそれしかできなくて地声で歌って,てってもうわわかんないみたいなどうどうやってみたいなでもそこでなんか目覚めたへ、えー目覚めたっていうか、えー、すごいなだから多分聞くとゴーストの声は結構なんか優しめうん 声質が、でもそれ以降は結構多分もっと太めの声っていうかなんかハスキーのもっと重さがあるのがやっと出せるようになって、はいはいはい、もう人読様々のおかげです。えー、もう聞いてあこれやばいうちももっと声出さなきゃってなって、<laughs> そうだった、ね、<う>えどうだったの、そうレコーディング時は結構スムーズにいったの、まあそうだ、ね、まあそこも緊張してもう。うんうんうん 足ガタガタみたいなガ、まあ、ガタガタは3回目ぐらいで治ったかもしれないでも足ガタガタででなんかこう歌ってるけど初めて地声で歌ってるからうん、うん、いい感じになってるのかしらも自分であんまり分かんないやっぱ、うんうん、ブースにいるとさこう窓がない系のブースだったから外とか見えないじゃんって、ねうんうん、こう歌ってて。 でも外の声って聞こえないじゃんみんなの喋り声、うん、で沈黙の時とかうわ絶対言ってるえ絶対こいつやっぱ歌えないとか言ってるやめとこ絶対言ってる絶対やめとことか言ってるみたいなうわどうしようどうしようどうしよう一人で超勘ぐったけど <laughs> 全然大大丈夫だったっぽいうん <laughs> <laughs> 大丈夫だったっぽいっ、ね、そう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 ヤンヤンそうなんだヤンそう、えー、めちゃくちゃいいね、うん、そっかそっかでも結構そのは結構いいものできたなっていうのもあって、うん、そうだねえその後はどうなのジンドックさんとのそんなに レコーディングの時私多分緊張しすぎても一言もしゃべれなくてちょっとは頑張って話そうとして英語しゃべれるって聞いたから英語でしゃべってみようみたいな。どうううしたたがいいとと思うなんか,えるとかある、はい、み感じ、はい、聞いてそ、はい、したら。 Mm, I think you can put some more soul into it. <laughs> Damn! OK! みたいな。<laughs> OK! Got you! Damn, oh! <laughs> あ、そんな感じねみたいな。<laughs> めちゃくちゃ的確なアドバイス。そうそうそう。<laughs> あ、そう来たみたいな。あ、やばと思って。で、その後は、<laughs> なんか、その、彼も出してから、まあ、ライブで客演させてもらったりとかで、 でそういう時にやっとしゃべ普通にしゃべれるようになってなんか多分やっぱ緊張しすぎてたスタジオの時は、ね、最初はねしかもねしかも英語英語でしゃべるから、うん、しゃべれるから英語って敬語とかないじゃん確かにでうち敬語結構得意じゃない、うん、難しいじゃん敬語って、ね、なんか結構違うじゃんためごとかだから あ英語喋れるんなら英語で言っちゃった方がまあ第一言語だし聞きやすいと思ってそれからはうち会うたびに英語でしか喋んれないようになった。みたいな。この間ライブかぶった時に柏でライブやったんだけどその時あのそうジェイクもいてでその時あの柏だったから地元近くて弟とか来て、うんうん、弟来た時に弟紹介して「oh, this is my brother, Travis」って弟なんだけど。うん It's my brother Travis What's up uncle Jake Jake がイェーイみたいなってファミリアンみたいなそれむちゃくちゃいいねそうそうなんだやっぱ英語喋れるとねこっちも多分うちの家族とかもそうやっぱ。あ喋りやすいみたいなそうだよねそうそっかそっかみんなもそうなもんね第一言語は英語だからやっぱり喋れたほうがオープンアップしやすいなんかね仲良くなりやすいね言語の人そうだかさっき言ったようにその ね、敬語がないからすごいわんかすげえファ,ミファミリアになるというかすごいなんかフレンドリーになるねやっぱり上の人に喋る英語もあるじゃん、うん、まあもちろん、ね、でもなんか敬語ではないじゃんただなんか丁寧に喋るか、うん、適当に喋るかどっちかみたいなそれがねそれがいい、うん、そう、うん、なるほどね、うん、そっかそっかなるほどっすね結構さ俺もう,もうバリバリこっからさ結構まあ なんか、まあ、秀吉君とさ「うん、癖になる」っていうラブソングリリースしたりとかさ、うん、結構さあのめちゃくちゃたぶんだよね EP もさ、まあ、今年の2月とかにかそうだね、うん、結構なんかその後も結構いろいろやってると思うんだけどこれ EP の最初のドラフト1に込めた思いだったりとかあるのうん,うんまあでも初めて EP を出したし、うん まあ結構全部が初めてのことだらけ、やっぱ音楽作ったことなかったし、全部初めてな感じすぎて、まあ、完璧じゃないけど、その途中完璧になるまでの途中経過を見せてますみたいな、だからドラフト1みたいな。あーそういうことか、そ,<う>そのドラフト1なんだね。だからよくなんかエッセイとかであるじゃん、うん、ドラフトがあって、ドラフト1とか、ドラフト2で、ファイナルドラフトがあって、最後の。うん、そんな感じで ドラフトワンそうまあまだまだ完璧じゃないけどうん、うん、今んとこは,はこれですみたいなこれがドラフトワンですみたいなって感じだよねなるほどねそうなんだ、うん、なんかさあちょっと待ってどのミュージックビデオかちょっと忘れちゃったんだけどさうん、うん、あのさ髪切ってるミュージックビデオなかったある引き金うんあそうだ引き金だそうそうえあれはさ あ書いてなんで？に聞かてなけでとか言ってるあれはなんかびっくりしたえマジで聞いてるのかみたいなそうそうなのそうあれはなんかすごくねうんその話聞きたかったそう坊主にしたねしたのよしたのよえなんか思いあったのうの時まあその初めての EP を出すの先行曲だったんだけど まやっぱ初めての EP だし初めてだからなんかこっから音楽やりますみたいな、うん、もうだってもうこんな坊主とかでで普通のできないじゃん <laughs> だからもうこれに決めました私はっていうまあ思いもあるしまあずっとやってみたいとは思ってた坊主で。お母さんにずっと あの絶対坊主に会うよみたいな言われてたずっと言われててお母さんに「お母さん,ー母さんにうんそうそうかな」みたいな <laughs> でそのお母さんからも言われててで前そのルナさんとなんかご飯行ってる時あってなんかうどん食べてて急にルナさんが「あしり坊主にしようよ」って <laughs>「とか言って「あガチだ」みたいな <laughs> あ「あガチだみ <laughs>」チだみたいな「えほん当に本当に言ってんすか?」みたいな「<laughs> じゃあやっちゃおうよ」みたいななって「ええええちょちょっと」 ちょっと考えていいですかみたいななってそれから何ヶ月もやっぱルナさんも「いや絶対似合うよ」みたいな「お母様似合うって言ってたしな」みたいなでうち髪の毛めっちゃくちゃくるくるな、うん、めっちゃカーリーなんだけど、うん、カーリーの髪の毛って結構大変じゃん。 手入れとかかさなんかこうつけてあのシャワー上がったらこうドライヤーでバーできるわけじゃないしこのつけてこうやって,して、ね、そうこうしてみたいなのでそれでフィジーになってみたいなーってなってだから髪の毛も髪の毛でいつも家出る前も髪の毛ブレイクダウンをよくするのもなってみたいな <laughs> 言うこと聞いてくれないみたいな <laughs> とこもあってうん、うん、なんか。 ルさんがその話を出してきたらどんどんなんか考えちゃってうん、うん、えーみたいなありかもなあいやでもうわでもありかもなうわーって迷いまくって迷いまくって、うん、でもミュージックビデオ撮ったらそれ絶対いいえになるしなあみたいなうわーってやるかーってくそ迷った結構ギリギリまで迷ったでもなんかもう気合いの坊主だよねそうなんだこっからアシリは変わるみたいなでも今 <laughs> なんかその髪の毛長かった時の写真とか見るとマジで別人って感じんなんか違う人って感じする髪に思い出とかあるって言うじゃん今までのずっと切ってなかったのめちゃくちゃ結構長かったんだけど今までのなんか嫌,な嫌な思い出も全部はい全部消えましたもうニューですーみたいな感じなるほど、ね あれはめちゃくちゃ衝撃だったんじゃない。俺も衝撃だったし。あれびっくりだよね。いや、だから、あれをやってから、うん、そのミュージックを出すまでは。隠さなきゃ。うんうん、そっか。 <で>から結構ウィックして帽子かぶって出たそうなんだ友達とかで友達とかにも言ってなかった言っってなかったんだそうえで、うん、でうちその坊主にした時に結構誰にも言ってなかったから、うん、いろんな人のリアクション取ろうみたいなはい,、はい、でいろんな人にこう「えちょっとさ」みたいな「話やんだけどさ」みたいなこう動画回して。 えうちさ髪切ったんだよねみたいなあそうなんだみたいなのウィッグしてるからさ、うん、あ確かに髪の毛変わったのそうとか言ってパッて撮って丸坊主 <laughs> ピンク坊主みたいなでみんなえーってなる動画を結構何個も撮ったの、うん、で、うん、その何週間か後ぐらいに携帯なくしちゃって、うん、バックアップしてなくて、えー、<laughs> 全部消えたうわーきっついそう結構いろんな人にね、うん 見せたのてリアクションして一番面白かったのがフージさんのリアクションあのソフェージトリルさんがに見せた時クラブ行って店に行ってきて <laughs>「<laughs> どういうこと!」とか言って。 でもそれ全部消えちゃったのマジで悔しいそれだけは本当に悔しいでもそれから携帯一回もなくしてない一回もなくしてないそれからもう無理本当にうわそれもったいないねそっかそうなのまあまあまあ心の中に心の中にねてるしまってる思い出いや日本でさ女の子で坊主とか多分マジでいないからほぼそうマジでいないからすげえと思うわでも角川のガールズたちみんな坊主に k a カ o k カ w a d ドリームズの,あのダンスのチームがあるんだけどその楽曲やらしてもらって D リーグねそうそうそうでその時にあの試合に見に行くじゃん今回の今回のでアシュリーの楽曲使うからってそれでじゃ見に行きます見に行ってみんな最初こうベンチコートでベンチコートかぶってこう出てきて「わっかっけえ!」みたいな「ここから始まる」みたいな感じでこう見てんのうちらそしたらみんなパッ とみんなパッて撮って全員ポーズ女の子すげえってなるけど本当はそこでパッてと撮った瞬間に「え!」ってなるはずなんだけど、はい、うちとルナさんここに座ってここ隣に座ってて<あ>うちらなんか多分もう「あ始まる始まる!」で楽しすぎて、まあ、結構遠かったのと、ね、上から見てたからな,んかああなのか分かんないけどこの時に気づかなくてうちら <laughs> この時に気づかなくて。 でうわ始まる!」みたいなのでダンス始まって「うわかっけえ!」みたいな感じで見てたらルナさんが「あ見てあの子坊主」あ本当だーみたいな「あ本当だ!」みたいな「あの子も坊主!」本当だーみたいな「えあのあの子もボ <laughs> 全じゃねえみたいなでそこで2人とも「えええええ」みたいになってルナさん「ウィーン!」とか言って「あーやばい!」っつって「超感動した、えー、みんな坊主にした」みたいなめちゃくちゃ熱いじゃんでもこの瞬間に気づかなかったしちょっと悔しい <laughs> そこにもう一回戻ってそこから気づきたかったほんとにん <laughs> で気づかなかったんだろうみたいな でなんかその事務所の社長とマネージャーがこっち側、ちょっと席離れてて22、はい、で分かれててうん、うん、その社長とマネージャー気付いてたんだってう,ん、うん、うわーみたいになってうちら二人してうちとみ皆さんなんで本当気付かなかったの <laughs> んみたいになってで逆に気付かんかったのみたいな気付かなかったーっ <laughs> <ー>本当に感動したあれは,、ねれはね、トレンドセッターかもしれないとか思っちゃって。<laughs> びっくりしたさすがに気合い入ってるわってでそう優勝してっていうそうそう去年そう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 やばああき去年去年そうそう新新シーズン始まったもんねそう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 昨日とか新シーズン始まったそう始まったばっかだよねそうだよねそっかえそれもやばいねなるほどねマジで感動したそれ感動するでみんなでこうやって頭 こうやってやって写真撮って自分だけピンクでみんな青であばみんな青にったそうだ終わってさ挨拶しに行くじゃはい坊主たちーみんなわー最高みんなも多分うちと同じぐらいのちょい伸び坊主になってると思う今はねはい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 。まあめちゃくちゃついねそれねいやマジで本当に本当に感動したやばいねかっけーやっぱアシュリーがやったからやったっていうのは まあだから本当にその引き金を出してその曲を作って結構スパンが短かったからまあそれも。 うちがミュージックでこれやってみんなそれでやってくれてううなるほどねやっぱやべえな、うん、それもジョージちょっと D, D リーグの話する予定はなかったんだけどうん、うん、D リーグむちゃくちゃ熱くないっていうい<や>俺結構注目してるうん、うん、結構しかもむちゃくちゃヒップホップとこのメインストリームがつながるむちゃくちゃいいとこかなって俺は思ってるからどうだったその D リーグの,その曲制作のなんか工程だったりとかまあでも今まで、うん、今まで結構やったことない感じの ビートだったんだけどすごいなんか結構考えちゃうそういうのもやるの初めてだし自分の楽曲だけどその D リーグ用のやつででも女の子たちが踊るって言われたからとりあえずなんか強い女を表そうみたいな気持ちで「Woman」って曲にした。 めちゃくちゃいいじゃん。<laughs> そう、いや、でも、本当に角川マジでかっこいい、えー。そう、ちょっと前にその角川ワンマンやったんだけど。えー、で、その時に、あの楽曲やった人がみんな。あのライブするみたいな、はい、その秀吉君とかも出てて。なるほどね。で、その時に、まあ、やっぱ裏側を見れるじゃん。確かに。アスリートやなって思って。マジで、も何秒以内に着替えてみたいな、マジで一個一個一生違うからさ。そっか。そっか 裏バーいってすぐバー着替えてみんなもハーってなって着替えてすぐまた出てもうパクテンとかしてみたいな体力えぐいやばいもうマジで尊敬したもうリスペクトマジですげえなうちには絶対できないって絶対できないこと本当にすごいすごいよななんかそれもめちゃくちゃいいよねなんかダンスがダンスもそうだしヒップホップもそうだし RB もそうだと思うんだけどなんかこう ヒップホップの文化がさ、まあ全部じゃないと思うんだけど、そういうのがこう、めちゃくちゃこう、なんて言うんだろう、盛り上がってるっていうか、うんうんうん。コラボレーションじゃん。なんかいろいろね、こうね。ねえ、いろいろコラボレーションだし、まあお互いのさ、得意なところを掛け合わせてるっていうかさ、うんうんうん。すごいなんか、でもダンスがこう、日当てるっていうのもめちゃくちゃいいなって思うし、世界初なんでしょ、ダンスリーグってしかも。確か。あそうなんだ。世界初、日本発らしいよ。結構やばくないええ、それは知らなかったわ。うん。そうだ、俺すげえなと思って。すごいわ。 うんマジでやべえなそこにねかかってるわけですから歴史的主人観歴史的主人観全員坊主軍団作っちゃったみたいなやばい <laughs> <laughs> 歴史の一ページですからそう本当にすごいななるほどね、うん、そっかそっかそっかなるほどなまあ結構さ多分今年とかさ俺はそれこそ最初多分知っ たのがポップイヤーズでしたじゃんね今年の、うん、とかどうだったポップイヤーズめちゃくちゃでかいじゃんあのフェスでかいでかいよね,でかいねえ結構過去最大ぐらい過去最大っていうかあれ、うん、多分人生ライブするのが多分五六回目ぐらいあそうなの五六 <laughs> 回目ポップイヤーズやばいね緊張しかない本当にでもなんか、うん、なんかそこまで行ったらなんか、うん 現実な感じしなかったから人がいすぎてお<ー>人すぎなんかもう飛んでたはずもかねでもやっぱニューカマそは5分間があるからうん、うん、多分もっと長かったらもっと緊張してたかもしれないなるほど、ね、けど何か自分の中でも体感3秒 <laughs> 本当に。 本当に3秒で終わった。そう。そうだったんだ。でもめちゃくちゃ楽しかった。だよね。めっちゃめっちゃ楽しかった。来年もぜひ。ぜひ。お願いします。え、俺ちなみにさ、ポップヤーズつながりで言うとさ、これねなんかでなんかストリートスナップ出てきて、さっきね探そうと思って見つからなかったんだけど、ポップヤーズ前日ぐらいにさ、ストリートスナップ取られてなった。あったあった。あったよね。取られた。そうそう。えちょうど。うん。 ちょうどそうどそで髪の毛が坊主にしたのが引き金で坊主にしてそれからあんま切ってなくてポップアーツは坊主なんかパンチ強いなみたいな。うんうんうん でもう一個するもう一回やるかみたいなもう、はい、カールちょっと出てき始めてるしなうわーって迷ってまたそこで麺類食ってたわそば食ってた <laughs> ルナさんと「やっぱ行く?」みたいな「やっぱ切る?る」いや絶対切った方がいい絶対パンチそっちの方が強いよ」みたいな「確かにじゃあのあの坊主に戻すか」みたいなでちょうど切りに行ってる時になんか話しかけられて。うん <laughs> もう今これ坊主にしに行くんですよみたいな。そう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 あれ超たまたまだったね。たまたまだったんだ。<ー>すげえな。本当歩いてて急に。<うん S 2> でその人こうリュックしてここにゴーグロついてて<は>い最初から撮ってんの <はい S 2> だけど <うん S 2> 気づかなかった。 後からこういうの TikTok 載せてるんすけど載せてもいいんですかああなるほどねみたいなあそういうことその場で話しかけられて写真撮った後にこれ撮ってるんですけどって言われたんだそうそうでもんかカメラがすごい良さそうだったからなんかあいい写真撮れんじゃないのいいっすよみたいな撮ったらあ動画なっあそういうことねみたいなあストリートスナップかみたいな後からなったそうだったそういうスタイルだったんだねそう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 普通に普通に話しかけてみたいなおもろいなえ何個が出てる ストリートスナップあそうこの間大阪でもそうだね楠ソさんだよねそうそれも見たぞそうちょうどライブ終わりぐらいそうだそう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 ストリートスナップやばいよねストリートスナップもやっぱストリートスナップの人って多分お互いみ見てるのかなどうなんだろうね東京の誰々さんと撮ってましたよね翼ばさんって人だったんだけどあの東京の方つばささんの方でも撮ってましたよねはい そうですみたいな,あそ,うなんだあそういう感じそれのを見てたんだみたいな <laughs> つながってるその界隈があるんだみたいなそう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  <laughs> 知らなかったそうんだおもろいね、うん、確かにめちゃくちゃ多いもんね今ねめちゃくちゃバズってるし結構俺その時衝撃があったもんで、ね、普通に「おお!見たの」みたいなすっごいおもろかったなって思ってなるほどねやっぱ「ポップア r s から始まり結構なんか俺、うん、あのー、まあそれこそさあのー、なんだっけあのミラー うんうん、サーバー・リージョンとミラーとかもそうだと思うし結構さフューチャリングすごいしてるイメージあってそうだねうんうん、うん、あれとかも、まあ、ちょっと多分るいちゃんの話だと思うんだけどやりたいと思ったってそうこうかけたってったうん、うんまあなんかちょっといつだっけのポップエアーズのでもちょっと前ぐらいからこうインスタでつながってうん、うん、DM でちょっと喋っていつかなんかやりたいよねみたいな話しててうん、うん、で、まあ、楽曲制作しててあこれるい ちゃん入ったらめっっちゃいいやんってなって「どうですか?」みたいな感じ言ったら「いいよ」やるよ」みたいな「やった!」っつって結構すぐでご飯行ってご飯行っていろいろ喋ってでなんかバース入れてくれてでもやっぱ一回ご飯行ったからさそのなんか あのるいちゃんもねさそり座なのえうちもさそり座で2、うんうんうん、人ともさそり座でその話とかしてそ,そ,のそれをご飯食べてる時にその話とかしてそれも全部なんかバースに入れてくれて「スコ <laughs>、えーィーエン」とか言って。確かにそ<う> <laughs> 熱かったルイちゃんマジで好き、えー、いいねいいね <laughs> えー、やっぱどうだうやっぱりフィメールとかってさまだ数少ないわけじゃんいるとしても結構やっぱそこでなんかいろいろやっていきたいなみたいなあったりするの,その自分のフィメールの立ち位置というかさうーんなんか考えたりする意識したりとかするあんまりまあなんかまあでもフィメールは今めちゃくちゃ盛り上がってると思う、うん、でやっぱ男が多い業界だしさ、うん、多いよね,圧倒的にねでも今 結構女の子がいやうちらもできるよみたいなそれ好きもうなんかだかフィメルはみんな応援してますああめっちゃ一緒上がってほしいし上がりたいしそうだよねやっぱそこみんなでこう上がっていくのがねいい気もするよねなるほどねそっからまああのフューチャリングでいくとあのこね出たトゥエナジーね勝利ウィンボーイくんってのあれとかはどうだったのスタジオ一緒に入ったのあれはそうそうそうスタジオ一緒に入ってまあ勝利でもちょっと前からつながってて であのそのトゥーフーズさんの,、うん、あの新しいエナジードリンクのタイアップ曲で、うん、やりませんかみたいなでその事務所の方でなんか誰もう一人誰にするみたいな結構いろいろ話しててでその多分トゥーフーズ側かなこの勝利,勝利ってどうみたいなああ知ってる知ってるみたいな <laughs> でいける多分声かけてみて全然やろうよみたいなやつ。あれは結構今まで の曲と比べてまあでもタイアップだからこそうん、うん、全然違う今までと違う感じのもっとぴょんぴょん上げみたいなたい、ね、まあでもそういう曲もいいよねたまにはハッピーもいいけど結構ダークな多いからさヤン <laughs> <laughs> ちょっと確かに俺もダークなイメージ確かにちょっと違うよね他のやつはね確かにねなるほどねそうかそうかなるほどねえちょっとまあ戻っちゃうかもしれないけど、うん、なんかその自分の曲で伝えたいこととかそういうのこったあんのなんかこれを表現したいのかしてるのかとかうんうん、うん ど,んなど,のどの曲まだ曲によって曲によって違うかうん違うしカルマとかに関しては結構まあそのまあカルと関係のこともあったりうん、うん、ん結構縛られた生活から自由になってみたいな「I just wanna be free」とか <laughs> あ<ー>そうまあでもまあ曲によっては全部違うね、うん、引き金とかはやっぱ。<laughs> うん,うんなるほどね戻らないし戻りきないって感じよなはい、うん、そういうことかえ結構どういうところからインスピレーション受けてやっぱ自分の私生活とかどういう感じなの曲書こうと思って書いてるのそれともやっぱこの曲こ,のこれを体感してこれを書きたいって書いて書いてんのん、まあ、結構メロディーからメロディーから作ること多くてまあやっぱ多分そこはラップ ラップっと別かもしれないでうん、うん、結構多分歌詞から書いてるイメージなんだけどやっぱそのメロディーここでこう言ってこう言ってっていうのを結構決めてからやりたいからその曲で自分が作ったメロディーからのあっこれはどんな気持ちのメロディーなんだろうみたいなその時の気持ちもあるし、まあ、本当に曲によって。うんうん、なるほど、ねだから あのー、EP に入ってる曲で一個だけ全部英語の曲があるんだけど、うん、もうそれとかはもう元彼と別れて友達の家にいてもうみんな寝てる間でもうなんか日記日記みたいな感じの<ー>それは全部でも歌詞から作っ,か作ったりとかしてたりとにその場合によってそっかうんなるほどね違うんだねこういうアーティスト像とか理想のアーティスト像みたいなうーん。 難しい <laughs> こういうねまあなんかね <laughs> こういうそういやーなんか人に今まではなんか結構強い強い感じを出したくてはい、はい、うち別に何でもできるしみたいな <laughs> うちは強いよーみたいな感じだけど <laughs> なんか最近。 こう今結構いろんな楽曲とか作ってて自分だって上がる時もあるし下がる時もあるしだ,だからなんかその弱い部分とかを見してもいいかなって思うようになってきた<ー>なるほどねやっぱそれがちょっとでも怖いじゃんまあ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 やっぱちょっとそこら辺を意識してでもやっぱなんか音楽作ってるけど ままだまだ勉強中ってずっと思ってるしなんかわからないこともあるしめっちゃ悩んでるああってなるときあるけど <laughs> なんだろうな全部チャイルイルネって感じうんなるほどね、うん、一歩ずつ一歩ずつそうねそういうことか、うん、まあじゃあ割とあんま目標を決めないで一歩ずつ一歩ずつやってる感じまあそうだねなんか、まあ、その時に、うん、本当に曲によってこれはこれを伝えたい、うんうん ここれで行こうちょっと待って今ごちゃごちゃになってるわと <laughs> <laughs> そうだねほんとでも曲によって、うん、この曲はこれをつなんかちょっと強さを伝えたいみたいな強なうん、うん、曲に言わんすぎもすごい日本語喋れなくなって全然いくでなんか真面目なこと言おうとするとねあのねバグる。<laughs> <laughs> <laughs> 全然大丈夫やでもそうね曲も要はあんまりめちゃくちゃこういうふうになりたいっていうよりかはやっぱ今歌いたいことだったりとかそ自分の私生活の中をちょっとリフレクトして「あこういう曲書こう」みたいなとかメロディーで「あ今はこういう曲気持ちを伝えたいな」とかそういう感じに書いてる。でもっとなんか本当に自分に嘘つかずをちょっとね、うん、意識してねまあでもやっぱかっこつけて言いたいじゃん。ままあまあもまあまあもちろんね言い,たいじゃ,んじゃんかなーででそこでいや <laughs> 違うよねみたいな。ほんとこんな感じだよねみたいな。<laughs> あ、そうなんだ。そ<う>うんで、トライアンドーで。もうほんとに<構>本当にずっとそう。結構下がるとき下がるし。あ、そうなんだ。もう上がるとき上がってるし。 最終的に戻っとけばねそうだよねそう確かに確かにアーティストはね結構センシティブですからねうんまあそうだよねそれがなんかアートになればさそうだと思う自己表現だからねそっかそっかなるほどねちなみにさこれからの目標あったりとかさリリースの動きだったりとかもあるのえっと11月10日に「チェックメイト」っていう一人の曲を出すんですけどそうそれは でも曲の内容でいくと、うん、あのー、うちはすごいねお,お父さんとすごい仲悪くてずっとその家出た時ぐらいからすごい仲悪くて、まあなんかでもこういうのって多分そのお父親だけでもなくなんかカップルとかだったりさなんか同じ喧嘩が永遠に続くっていうさ気持ちわかるわかわかるわか,かるわかる,親,かる親とでもなんかこの喧嘩だけなんか解決し、うんうん、なんでずっとこれ続いてんのみたいなで。 まあすごいそのまあ仲が悪くてうん、うん、でなんか一回調子良さそうな時あってうん、うん、あこれでちょっとちょっとずつ仲良く戻れるかもしんないみたいな思って。 出てまたその同じ昔のあれが帰ってきてうわーみたいなもうその足じゃないんだよねみたいなもう本当にこの何回ももう永遠にエンドレスに続いてるこの喧嘩もうマジ決着つけようっていうくそイライラしてる時に書いた曲なんだけどそれがまあ来月1 1月にリリースするんだけどリリースを決めたタイミングぐらいでうちのおばあちゃんが。 まあ今、アメリカから来ててそれで久しぶりに実家帰ったら全く喧嘩にならなくて数年ぶりに普通に仲良くいるってそのイライラした時の曲をリリースするってなった時にちょっと仲良くなり始めたけどまあでも、そういう時もあるよね。でも結構それ共感することだと思う同じなんか同じ喧嘩がさなんかずっと永遠に続いててっていうね気持ち 本当ににイイライラしてた時に作っもうこれで決着つけたこれでもう最後にしてもチェックメイトみたいな、あのー、でもしかして自分の中で感情の誠意がついたからいい方向に向かった可能性はあるよねまあでもちょっとあるかもねうんなるほどねめちゃくちゃ多分すごいじゃあなんかそれを知った上で聴いてほしいねうん、うん、そうですねこの曲はね、うん、まあこれが出てくる出る頃にはまだ出てるか、まあ、まだ出てないかちょっと分かんないけど出てたらぜひ出てたらぜひチェックしてほしいなって思、ね、ってます 日なんで四日なんだ。そうあの誕生日プレゼントとして聞いてくれたも。ええお願いします。それはね嬉しいよね。そうそれが一番ね。それが一番嬉しいプレゼントだね。そうだね。なるほどね。そかそかちなみになんだけど、なんかこからのなんか自分の立ってみたいステージだったりとか目標だったりとかある？立ってみたいステージ。とかうん。まああの今年のポップアーズ入門カマとして出させてもらったんだけど、結構楽しすぎてちょっと。 メイ,ンメインを狙ってメイン役とメインを狙ってここでここで言っときます <laughs> 狙います頑張ります yes, <sir. S 1> そ,それはねちょっと自分の中の一個の目標だねいいねやっぱフェスでこうバッてるのやっぱ違うもんねん大きいよねやっぱアーティストとしてはねでもやっぱそれできるまでってやっぱ練習とかライブ経験は本当になかったからうん、うん、今も結構ライブ勉強勉強してる毎回あ ここだったなとかあるし、今回これちょっと良かったけど、これもうずっとずっとねなんか繰り返してるじゃないな。なんてうんだろう。ま、そこもチャイルでやってるんもね。そう。やっとそうやってできるようになったから、ちょっとずつこれはもうちょこうした方がいいかなとか、勉強しながら次のでかいところでは完璧にぶちかませるように。頑張ってますやばいっすね。 ということでこれからの動きもね、ぜひぜひ、ソーシャルメディア、SNS、TikTok、インスタグラム、あとは YouTube、他には何かチェックしてほしいものとかありますそんなもんですよね。Twitter、まあ、とかも Spotify はも,もちろんね。まあ、Apple Music <S。s t r e a m までスームねお願いしますよ。Stream なし。Stream <laughs> <laughs> そうですね。ということで、これからの活動もすごい楽しみなんで、ぜひぜひ応援してくれたらなと思います。ぜひチェックお願いします。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。 Peace! Bye!